吸入剤は、口から吸い込むことで体内に薬物を投与する剤形。ネブライザーや、スチームなどの吸入器を用いる。主なものに、気管支全息治療薬のブデソニドホルモテロールや、サルメテロールフルチカゾン、インフルエンザ治療薬のザナミビルやラニナミビル、慢性閉塞性肺疾患治療薬のチオトロピウム、などがある。高校内や喉への吸着を防ぎ、 決まった量を正しく投与するためには、吸入器具を適切に設計する必要があり、MDI などが採用されている。最も一般的な吸入剤は、加圧式定量噴霧吸入器によって吸入される、エアロゾル製剤である。薬物は、容器の中に液剤、または剣落剤の形で入っていて、容器を押すことで定められた量の薬剤をエアロゾルに、して噴出し、吸入する。 吸入主義が難しい場合は、吸入用補助器具を製剤と口の間に入れる。全息の発散をすぐに止める薬などに用いられる。使い方は、まず容器をよく振り、息をすべて吐き出す。マウスピースを口の中に入れ、ゆっくり吸い込みながら、容器の底を強く一回押す。エアロゾル状の薬剤が、肺の中に入っていくように息を吸い続け、さらに気管支に行き渡る、よう、 5秒ほど息を止める。ドライパウダー吸入器によって吸入する粉末製剤は日本では2000年頃から普及し始めた。ディスカス、ロタディスク、エリプタといった吸入器を用いる。エアロゾルとは異なり自分の力で吸い込む必要があるため全速発作時に用いる治療薬には向いていない。ステロイド炭剤やステロイドとベータに作動薬との合剤がある。 ネブライザーを用いて薬剤を霧状にし噴霧し吸入するための液状の薬剤。液状の薬剤を吸入するという意味では、ネブライザーと同様であるが、カートリッジから高圧スプレーを噴霧することで霧状にする。ヨーロピアンレスピラトリーソサイティはソフトミストインヘラーをネブライザーに分類し、ハンドドリブンネブライザー、ハンドドリブンプムディーとも呼ばれる。ありがとうございます。